土ガエルは、ムビモクアカガエルか土ガエル族に分類されるカエルの一種。日本では、水辺で見られる褐色のカエルである。その形態にちなむ、イボガエルという俗称もある。北海道西部から九州までと周囲の島に分布し、日本以外では、朝鮮半島と中国に分布する。ただし、南西諸島や津島などには生息していない。北海道では、外来種である。 1985年に札幌市南区藤の沢で初めて記録された後、長沼町や滝川市など道内各地での定着が確認された。道内の個体が在来種か外来種かについては長らく不明であったが、1970年代から1980年代にかけて本州産の鯉の導入に紛れ込み侵入したことが判明している。 体長は3センチメートルから5センチメートルほどで、メスの方がオスより大きい。背中側は、肺褐色や黒褐色のまだら模様で、背中の中央に白い背中線がある個体もいる。背中には、大小のイボ状突起が多々並び、腹は薄褐色をしている。沼ガエルによく似ているが、背中のイボ状突起が大きいこと、腹が白くないこと、体臭が異なることなどで、 区別できる。水田や湿地、池、山地の渓流から川口域まで淡水域に幅広く生息する。ただし、水辺からあまり離れず、すぐに水に飛び込める位置にいることが多い。沼ガイルと同様に地上にて生活し、主に小さな昆虫類を捕食する。5月から9月にかけて繁殖期を迎え、オスが鳴いてメスを誘うが、鳴き声は沼ガイルや、 日本アマガエルに比べるとかなり低い小声でギューギューと聞こえる。卵は数十個ずつの卵塊で散乱される。普通のカエルは秋までに妖精が変態してカエルの姿になるが土ガエルは妖精の一部が越冬する。越冬した妖精は大型になり尾まで含めた全長が8センチメートルに達する個体もいる。20世紀後半までは各地の水田でよく見られたが、 冬に水を抜いてしまう関電の増加とともに、水田から姿を消している。ありがとうございます。